サイモン・ジョン・エリオットはニュージーランド・ウェリントン出身の同国代表のサッカー選手。ニュージーランドにいる間、いくつかのセミプロクラブに在籍。アメリカへ行く前は高校のクラブでもプレーしていた。アメリカではスタンフォード大学のクラブに1年在籍。大学サッカーリーグでは13ゴール12アシストを記録した。1999年5月に、 ロサンゼルスギャラクシーへ入団する前に A リーグのボストンブルドックスに所属し3試合出場した2000年のコンカカーフチャンピオンズリーグでは5ゴール後アシストを記録し優勝に貢献自身は MVP に選ばれた国内では5シーズン在籍中に122試合に出場し10ゴール決めたまた2001年に US オープンカップ2002年に MLS カップのタイトルを獲得した。2004年1月、ドラフトでコロンバスクルーへ移籍した。2005年、エリオットは全試合に出場したが、チームは再開に終わった。2005年7月のプレシーズン、フラム FC との親善試合で監督クリス・コールマンの目に触れ、MLS のシーズン終了後の2006年1月にフリー移籍でフラムへ移籍した。 2005から06シーズンの残りの期間でリーグ戦12試合とカップ戦1試合にスタメン出場した。シーズン終了後の夏の間にふくらはぎの筋肉を損傷した。怪我の影響により2006から07シーズン通して試合に出ることはできず、リザーブの試合に数試合出場しただけだった。2008年5月、フラムが放出することを発表した。2009年、 エリオットは MLS に戻りサンロゼ・アースクエークスと契約。2010年の開幕戦を前に放出された。2010年11月にエリオットは、負傷で退団したオスカル・ロベルト・コルネーホの代わりに、故郷のウェディントン・フェニックスに入団した。2011年2月に、MLS のトライアルを受け、9日にチーバス・ USA に入団。シーズン終了後に契約も切れたため、 リエントリードラフトを受けたが、どこからも選ばれず無所属になった。1995年2月21日のシンガポール代表戦、3から0の勝利で A 代表デビューを飾った。2008年9月10日のニューカレドニア代表戦で50キャップ目を記録し、3から0の勝利で祝った。2002FIFA ワールドカップ、オセアニア予選や FIFA コンフェデレーションズカップ2003の フランス代表戦といった大舞台でもプレーした。北京オリンピックにライアン・エルセント、クリス・キレンと共にオーバーエイジで参加した。FIFA フフコンフェデレーションズ・カップ2009のメンバーに選ばれた。2010年5月10日、当時所属クラブが決まらず無所属だったが、2010FIFA ワールドカップの最終メンバー23人に選ばれた。ABCLA ギャラクシー役 k や、 ファーストラウンドピックイン2005ハットイッツ、オールホワイトフォーザコットジャース、ハットフルアムスウーープツー、サインミットフィールダー、ハットゲームズプレードバイサイモンエリオットイン2005、2006、フルアムヒットバイ、エリオットインジュリーフィアーハット、ボコネグラヘッツフルアムクリアウトハット、クエイクスウェイブスリープレイヤーズハットシベス、USA サインズサイモンエリオットアンドリュー、ボインズ。ありがとうございます。